スノーマンデビュー3年で最も変わったメンバーはスタッフ絶賛でも謙虚、番組作りはそこから。スノーマンが14日放送の TBSK 中居正広の「金スマ SP58.54」に出演し、デビューから3年での変化にまつわるアンケート調査に引きこもごもの反応を見せた。2020年にストーンズと同日デビューし、今年1月で3周年を迎えた。同局では、 それスノーマンにやらせてください』も放送中。キンスマではメンバーの素顔を探るべく同番組のスタッフへのアンケート調査を実施しいい意味で変わったメンバー悪い意味で変わったメンバーを紹介したいい意味で変わったメンバーに選ばれたのは宮舘亮太30だったアシスタントプロデューサーからのコメントではデビュー当時は目立たない存在だったがスタッフとのコミュニケーションを大ごとにしてくれるようになったという。 スタッフの名前と顔を覚えるし、名前で呼んでくれる。ラビットの料理コーナーのカメラマン、スイッチャーまで覚えており、別現場で見つけたら自分から話しかけに行く。